天地盛大その第17回第4章静かな人その3続きから「そいつは難しいな」一蔵は持っている杯を眺めながらしんとした口ぶりで言った「お前さんだから正直に言うがおみさんという人には普通の人間の持っている情というものがないらしい」 離れもいい、生まれに似合わず気取らないし気性もさっぱりしている人の面倒もよく見るが本心は全くわからない肝心要な,なところへ行くとふいっと見えなくなっちまう例えば今なら芯から打ち明けて話ができるなと思う途端にすーっとあの人はそこにいなくなっちまうんだ一蔵は高恩納に酒を命じてから 思い入ったた。様子で続けた「私はそんなに長い付き合いじゃない」「尾身さんが学問所の寮長になってからの近づきだがそれ以来ずっと腰巾着のようにくっついて歩いている」「言いながら彼は寒どりに残っている酒を雫も余さず杯についだ」「大川から堀筋の芸芸遊びはもとより車でい続けも一緒草津の湯や 熱海の湯や江ノ島鎌倉その他の旅にも大抵ついていった彼は酒を吸って続けたみんなおせんさんの知ってる通りだそれでいて今日まで一度も尻尾を出したことがないこれがおみさんの本心だなこれが泣きどころだなと思うようなことはただの一遍もなかった私もう辛抱ができないとおせんが言った こんな中途半端などっちつかずな気持ちで置かれては頭がどうかなってしまうこれならいっそ元の商売に帰る方がいいわ小女が酒を持ってきた「おせんさん」と一蔵が呼びかけた「二階の方がいいんなら一杯やらないかどうやら一杯やる方がいいようだぜ」私「私ダメなの知ってるじゃないの?」今日まではそううだったろうが これからは飲み習う方がいい。中へ帰るにしろ料理屋をやるにしろどうせいっぺん焼け酒の峠を起こさなければ落ち着きはしないぜいいわちょっと考えてからおせんは小女を呼んで自分にも酒を持ってこいと命じた今来たばかりだ一蔵は勘毒を持ちきを取って差し出したが お線はかぶりを振った「ごめんなさい吉岡さんだからはっきり言うけれど私人のきやお酒はいただかないのあの方とだってそうしてきたのよ」「近江さんの押しつけかこれでも私自分の好みは大事にする方よ」「結構だ」と一蔵は手酌で飲みいくらか調子づいた口ぶりで言った「俺も」 酒についいてはやかましい方なんだ。酒と色ごとだけは自分の好みどおりにしたいもんだなんだか売られた同士見たようになったわねおせんはそう言って笑った酒が来るとおせんは一蔵の作ったハゼの刺身も持ってこさせ手酌で飲みながら刺身を食べた酒をすする時には苦いものでも飲むように眉をひそめたが しみを食べると目を細くして「うまい」と言った「うまいわねおせんはもう一つ食べた「あたしこれまで生きようを作ったのは食べたことがないのよ」「いつか八百松でスズキの荒いを食ったぜ」「あれは知らなかったからよ」「中にいてらいを知らなかったって?」「大抵の人がそうよ」とおせんは言ったお客様から聞いて 口ではいっぱしなことを言うけれど本当は何にも知っちゃいないのかわいそうなもんよ一蔵がふと手を振り黙れという目配せをしてさりげなく立ち上がった一蔵は勝手へ出て行きそれから並びの座敷の方へ行ってしばらく何かしていたが戻ってくるとお染に戸外の方へ顎をしゃくって見せた「変なやつがだいぶいるぜ」。 と彼は座りながら言った暗くてよくは見えないが向こうの焼け跡に五六人堀の方はきれいに船がどけてある一体どういうことなのさっきから三度ばかりこのうちを覗いて通るやつがいたんだここへ来る客かと思ったが覗いてみる様子がおかしいのでひょいっと気がついた「いやだ気味の悪い」おせんは片手に杯を持ったまま 片手で襟をかき合わせた。この頃は物騒な話も少なくなったのに何だってんでしょう2階だよ一蔵は上を指さしたこの家を狙ってるんなら何も船までどける必要はない俺の勘に誤りがなければ狙っているのは2階の3人だおみさまをかもしれないしかし客の2人かもしれないと一蔵が言った この前地震の晩の時もおみさんは佃島の丘で誰かと会うはずだったそこを取り囲まれてやられそうになった今夜も見知らぬ客と会っている嫌だおせんは杯を置いたこのうちへ踏み込んでくるつもりかしらわからないわからないがとにかくおみさんに知らせた方がいい吉岡さん言ってよいや私はああいう客に関わりたくないんだ 初めに同席を断られているし変ないざこざに巻き込まれるのはごめんだおせんは立ち上がった「どう言えばいいの?今」「今私の言った通り言えばいいさかなりな人数で取り巻かれている堀の船も払ってあるって言うんだおせんはうなずいて静かに二階へ上がっていった一蔵は小女のおよしに酒を命じてから立ってた」 内緒の隅へ行き備え付けの刀掛けにある自分と元海の刀を取って戻った彼は花歌を歌いながら元のところへ座るとまず酒をすすりそれから自分の刀を抜き安頓へ近づけて刀身を改めた夜ごに濡らす枕髪花歌で呑気そうに歌いながら 打ち返し刀を改めると返しで念入りに拭いをかけてから鞘に納めたおせんと一緒に元海が内緒へ入ってきたよほどの人数か立ったままで元海が聞いた暗いんではっきりしないが10人より少なくはないようです一蔵は巻き込まれるのは嫌いだったな仰せの通りですでは おせんとおよしを連れて立ちのくんだ。それくらいのことはできるだろう。で、あなたは俺のことはいい。だって敵は大勢ですいざこざの嫌いな一蔵は、そんな心配をすることはないさ。早く支度をするがいい。一蔵はおせんを見た。そうしますか。と一蔵はおせんに聞いた。ここを出ても彼らは、 無事に通さないかもしれませんよ。まさか女子供に乱暴はしないでしょうおせんは微笑したもしもうるさくなるようだったら吉岡さんだけ逃げるがいいわその間私が何とか食い止めてあげるわそう聞いて安心したと言って一蔵はもう一度元海を,を見た「念を押すようだが本当にこっちはいいんですか?」「やってみなければわからない」 だたぶんうまくゆくだろう。それにはまず一蔵が二人を連れ出すことだ。どうもおかしい。一蔵は立ちながら言った。地震の晩といい、今夜といい、おみさんとここへ来るたびに妙なことが起こる。辰巳は鬼門にあたりますかね。おせんは羽織を引っかけ、ちょちんに火を入れながらおよしをせき立てた。頼んだぞ。 と元がおせんに言った「住んだら名字のうちへ行くんだこっちへ戻るんじゃないいいか」「おせんは黙ってうなずいた」「本海は一蔵の顔を見てそのまま2階へ上がってゆき一蔵は袴を吐きながら筋書きはどうなってるんだ」とおせんに聞いた「あなたが酔っ払うの」おせんは頭巾をかぶった 私とおよしとで酔いつぶれたあなたを送っていくのよそれであとの三人は余計な心配をしないでうまく酔っ払えばいいの見破られたらみんなめちゃくちゃになっちまうのよじゃあもう一杯やっておこう一蔵は二本の缶どくりを取り残っている酒をきれいにあおった土間へ降りて後ろの障子を閉め 一蔵は入り口の腰高障子が一寸ほど開いているのをお線に指さした「天地盛大」その第十七回第四章「静かな人」その三途中まで2021年9月27日この続きはまた次回。